あんにょーん、日本一カンドラ好きなモデルことカワチャンネルイメンだー。イエーイ。皆さん、前回前々回とかの動画はいかがでしたでしょうか？感想の方とかもぜひコメント欄にいろいろ書いていただけると嬉しいです。アドバイスなんかも全然受け付けます。最新作ネットフリックスおすすめドラマというのをですね、6000やらさせていただいたんですけども、今回そのシリーズというサブスクシリーズということでですね、今回はですね、ユーネクストおすすめドラマ6000、イエーイ。サブスクリプションといえばネットフリックスオアユーネクスト、アマゾンプライムとかなんですけれども、やっぱ韓国ドラマのおすすめといったら、まあ、そんな中で今日はですね、ユーネクスト限定の作品というのをご紹介しますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは一つ目なんですけれども、こちら W ですね。 W というのも大好きなの、もうこの W を見るためにユーネクストに加入したといっても過言ではない作品なんですけれども、主演がハン・ヒョジュさんといって、ビューティーインサイドだったりとかトーイとかに出られてる主演の女優さんなんですけれども、対する俳優さんがですね、イ・ジョンソク様になります。イ・ジョンソク様になります。いかがですか？身長もう190センチぐらいね、近くまである美男美女、もうスタイル抜群の2人のラブストーリー、ラブファンタジーになりますので、これは絶対見ていただきたい。このね、ストーリーも本当に最高でですね、ウェブ漫画が原作の作品になるんですけども、物語もですね、主演のハン・ヒョジュさんのお父様が、人気ウェブ作家になるんですね。このウェブ作家の作品の主人公役として出られてるのがイ・ジョンソクさんなんですよ。だから架空の人物を演じられると、それに恋をする研修医のハン・ヒョジュさんということで、このね、ハン・ヒョジュさんがこう普通に日々平凡なこう日常を送っているんですけども、ある時こうきっかけに漫画の世界に入っちゃうんですよ。もうこの漫画の大好きだった主人公、恋していた主人公にバッタリ会って、そこから物語がいろいろ、サスペンスがあったり、こうアクションがあったり、いろいろなシーンが出てくるので、これは絶対キュンキュンするドラマで、見てみてください。では2つ目なんですけれども、こちら、あなたが眠ってる間に。くー、もう僕が一番女優さんで大好きなペッスジさんが主演のドラマになってます。そして対する俳優さんが先ほどもご紹介したイ・ジョンソク様になります。もうね、ユーネクストね、イ・ジョンソク様がお好きな人は絶対ユーネクスト、もうね、この2つは絶対見てほしい。新米検事役のイ・ジョンソクさんがある日突然ペッスジさん、要は元キャスター報道記者の仕事をしていたペッスジさんがの家の目の前に引っ越してきたことがきっかけで恋の展開に発展していく、事件の展開に発展していくというラブファンタジーになってます。本がとにかく面白くてですね、要は自分がこう寝て夢を見たものが現実化するという、まあ、予知夢がテーマになったストーリーなんですけれども、お互いがですね、お二人がですね、こう見た夢が実現しちゃうんですよ。だから悪いこともいいことも全部起きていっちゃうという流れをどうこう阻止していくのかというストーリーとなってるんで、サブキャストに超贅沢なチョン・ヘインくんが出ます。刑事役として出るんですけども、このチョン・ヘインくんのジョーラ姿も出てきます。やばくない？皆さん、もうチョン・ヘインくん、ペッスジさん、イ・ジョンソクさん、もうこの3人の瓦礫の強いラブファンタジーになってるんで、これは絶対ユーネクスト真っ先に見ていただきたいと思います。それでは3つ目なんですけれども、こちら、言わずもが知れた太陽の末裔。これは絶対見て、もうソン・ジュンギ様とソン・ヘギョさんもソン・ソンコンビなんですけれども、これはもう視聴率がですね、最高 42% ぐらいだったかな、叩き出したね、メガヒットドラマになってます。もうね、大号泣必須。これも三巡しました、太陽の末裔。もうこれを見て、もうソン・ジュンギ様、ソン・ヘギョ様、最大傑作のドラマになってます。
もう絶対的に外せないこのドラマ。カンドラといえば太陽の末裔と言っても過言ではない。軍人と、女医の話なんですよ。もうこのね、孫淳義様の軍服姿にもう女子はメロメロ、キュンキュン、もうキュンジです。もうこれは絶対絶対もうね、ほんとキュンキュンするし、ストーリーも超泣ける、もう感動、あの生死をねこうかけていくドラマになるラブストーリーになっていくので、もう本当にこれは泣ける感動するドラマなんで絶対絶対見て。それでは4つ目なんですけれども、こちら、雲が描いた月明かり。やばいよこれは。てかさ、あの今自分でこう喋ってて、この前に3つ喋ってるじゃん、もうこれも最高なんだけど、もう雲が描いた月明かりもやばいから、本当にあのパク・ボゴムさん、もう2021年彼氏にしたい俳優ランキングナンバーワンに、なりました。パク・ボゴムさん最大傑作と言われている雲が描いた月明かり、時代劇ラブロマンスなんですけれども、対する女優さんがですね、キム・ユジョンちゃんというもう子役スターですよね。もう子役から成り上がった、今20代前半の最も勢いにある女優さんと言われている俳優さんなんですけれども、この2人の美男美女が、主演のドラマになってます。もう時代劇ものといえば雲が描いた月明かりといっても過言ではないメガヒットドラマになります。これも視聴率が 25% 前後、最高視聴率叩き出してるんですけれども、もう4人に1人は見たと言われている時代劇ラブロマンスになります。本当にパク・ボゴムさんお好きな人絶対いますよね。もうボゴムファンは絶対絶対絶対的に雲が描いた月明かり、これを余裕ネクスト限定になってるんで、 Netflix さんとか Amazon プライムしか見れない方は本当にごめんなさいという作品なんですけれども、これは絶対見ていただきたいと思います。ではその5つ目なんですけれども、こちら、サム・マイ・ウェイですね。あのパク・ソジュンさんですよ。僕パク・ソジュンさん の, あ, のありとあらゆる作品ほとんど見たんですけれども、僕的に演技が一番好きなのがサム・マイ・ウェイ。要はあのコメディ感のめちゃ強いラブコメになります。もちろんキュンキュンするシーンもたくさんあるんですけれども、もうコメディ要素がめちゃ強いパク・ソジュンさんが見れるので、もうめちゃめちゃ腹抱えて笑えるドラマになってます。ジュオンさんが主演のドラマになってるんですけども、もうこのねパクサム・マイ・ウェイを見てキム・ジュオンさんが超好きになります。ジュオンさんって本当にラブストーリーもしっとり系もいけるし、ツンツン系もいけるし、コメディもいける女優さん、もう演技話す女優さんということで有名な綺麗な女優さんなんですけども、太陽の末裔で有名になり、そしてサム・マイ・ウェイで主演を張り、アスザル年代記でも主演を張るという、もう今飛ぶ鳥を落とす勢いで人気の出ている女優さんということで、これは絶対見逃せない作品となってるんで絶対見てください。で今度のね、あの選手の役を演じられるパク・ソジュンさんということで、過去の多分作品見返しても一番体が仕上がってる、一番絞られてる作品の上半身裸のめちゃめちゃキュンキュンする、体のラインになってるんで、パク・ソジュンさんファンは絶対好きだと思いますので見てみてください。では最後6つ目なんですけれども、こちら、これが最大の、最新作女神降臨、ムンガヨンちゃんとチャウヌ様、ファン・イニョプ様、この3人がメインキャストのドラマになってます。もうラブコメ、最新作でもう一番キュンキュンするんじゃないかなと言われているラブコメになりますので、原作がですね、ウェブ漫画が原作のドラマになってるんですけども、普通ウェブ漫画って原作の方が良かったという声が本当に多いんですね。だからドラマをやるにも本当にあのウェブ漫画難しくてですね、それを 120% 演じられたと言われている高評価のドラマになってます。なんでがっかりしない、本当にキュンキュンするドラマということで、今までね、あの M ネットとかでしか見れなかったんですよ。ようやく U-NEXT に今月来ましたということで、もう待ってましたというファンがですね、あのたくさんいらっしゃると思うんで、もうこの機会に絶対絶対一気見してください。以上6つ U-NEXT おすすめドラマ6選ご紹介させていただきましたけれども、もうこの6つはですね、本当に外せない U-NEXT韓国ドラマの作品となっているので、見てない人は絶対絶対見てみてください。
この動画が良かったらチャンネル登録、いいね、高評価よろしくお願いします。あん